いよいよ公開迫るコードギアス奪還のロゼ第3幕。今回は2幕までの展開及び公開された3幕の PV からその内容を考察していきたいと思います。2幕の6話で語られたアッシュの過去、自分の父を殺した話がもし違うというのなら、衝撃を受けた咲夜はおそらく孤児院関係者にアッシュの話を聞き出しに行くと思われます。3幕 PV にはアッシュの実弟ニコルが登場。おそらく彼がロゼのオリジナル的存在ではないかと考察しますが、ニコルが今いない現状、ノーランドとアッシュの憎しみに彩られた義理の親子関係を考えると悲惨な末路しか想像できません。このニコルの存在感次第では咲夜がアッシュにかけたロゼを弟と思い込むギアスの罪深さが変わりますね。そして独房に入れられたアッシュが咲夜の父スメラギ十五と出会う過去シーンもPV に登場。15と意気投合したアッシュは15だけでなくその娘咲夜を助けることを誓ったようですが、ですがご存知の通り本編では15はすでにこの世を去っており、咲夜にはギアスをかけられているという悲惨なありさま。3幕では咲夜との初対面やギアスをかけられる瞬間も描かれると思われます。アッシュの真相が暴かれれば暴かれるほど罪が重くてなっていく咲夜、アッシュの過去を知ることでそれを自覚していくのでしょうが、ギアス研究者としてロゼの足取りを追跡していたクリストフに3幕では捕獲され研究の実験台としてされてしまうようです。クリストフの目的は新たにギアスを作ること。パンフレットによれば反逆のルルーシュでギアスの研究に携わっていたバトレー将軍の研究資料も所持しているらしく、また2幕では自分兵士への拷問も言っていたことから咲夜の身の安全が心配です。またクリストフはおそらくアッシュの戦闘面の師匠であると考えられ、先ほどは孤児院関係者から咲夜が聞き取りするかもと言いましたが、彼からアッシュの過去を教えられる可能性もありますね。研究施設で土下座をする咲夜と銃を突きつけるアッシュのシーンも公開。アッシュはスメラギ咲夜、俺に何をしたと問うており、咲夜は申し訳ありませんでしたと平謝り、ロゼの危機を救出に来たアッシュがロゼの正体咲夜と自分にかけられたギアスのことを知り、咲夜のことを許せるのか、そういう展開になるのだと思われます。これが奪還のロゼ最大の見どころになると自分は考えています。偽りのバディが新たな関係を結んでネオブリタニアから全てを奪還できるのか、その場合ラズベリーの正体をアッシュは知ることになるのかも重要ですね。また余談ですが、クリストフがギアス研究をしているということはギアスのかけら集めをしているルルーシュこと L2 が介入する理由足り得るため、またも彼が登場する可能性が出てきたと思います。ギアスの因縁をどう描くのか、その点でも注目度が高いですね。また前回登場した改造人間アーノルドは同じく改造されたアイキ・バルプニルで戦闘することが PV で確定しています。強敵になるのかな。咲夜と絆を強めたアッシュの踏み台になるような気がしてなりません。ですが彼もまたアッシュの過去を知る人物、その絡みはあるかもしれないですね。第6話にてバルターに正体がバレた桜ですが、 PV では側近であるキャサリンに銃口を突きつけられ対立している姿が描かれます。とりあえずバルターとの剣で難は逃れたことがわかりますが、第2幕の時点で険悪だったキャサリンと桜、この2人の関係性に大きな変化が生まれるかもしれないので要注目ですね。個人的にはキャサリンの心情は強い人が好きなので、真の強さでスメラギ咲夜を演じ続けている桜の強さに気づいて仲間になってくれたら嬉しいなぁと考えています。そしてバイスビショップスタンリーの手によって完成したとみられるノーランドのナイトメアフレーム、ファウルバウト、ノーランドはかつてのジークフリートなどにも見られた神経伝位接続システムでファウルバウトに登場していると思われます。それを満足げに見てるスタンリーのセリフ、ようやく僕たちは救われる、これはノーランドととも共有している目的と思われますが、現状ではまだ不明ですね。世界がブリタニア人差別に染まっている現状とも何か関わっているのか、それともギアスやシーの世界絡みの何かが起きているのか、いろいろ考えちゃいますね。
ファウルバウトの軌道を持って最終決戦に突入しそうな予感。第4話に登場した黒の騎士団総司令コーネリアも来るべき第3次解放作戦の準備を進めており、さらにキャスト一覧にて元ナイトオブスリーのジノバインベルクの表記が。復活のルルーシュでは黒の騎士団メンバーとして登場したものの、目立った活躍のなかったジノ。奪還ではどんな立ち回りを見せてくれるのか。もしかしてカレンと何かあったりする。まだ3幕を見ていないのに最終幕への期待が高まっちゃいます。さらに第2幕のスタッフトークイベントにて、7月25日発売の月刊ホビージャパンにて奪還のロゼ前日誕の新結のアルマリア掲載が発表されました。意外なキャラが出演するとのことで、予習として読んでおくべきかもしれません。こうやって予想すると第3幕は全体的に重めな作風が予想されますが、それでも昨夜とアッシュがこの運命をそよい抜いてくれると信じて待ちたいと思います。ディズニープラスにて奪還のロゼの動画配信も始まったので、復習するといいことがあるかもしれませんね。今回は以上です。皆さんの感想や考察もコメント欄にお寄せください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それと奪還のロゼでこういった趣旨の動画を見たいなどのご意見も大募集していますので、ぜひぜひお気軽にコメント投稿お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。